同じソビエトのファリエフはコンパルトリー1位、ショートプログラム1位、そしてフリー1位でおそらく完全優勝ということになりそうです。このコーティングがあと1人だけ残っております。現在のところファリエフが完全トップです。ソビエトのウラディミール・コーチンです。なかなか味のあるスケートを見せてくれる選手ですね。あっと言わせるような大技こそありませんけれども、はい、非常に芸術性の高い工夫されたプログラムで素晴らしい振りをしますよね。そうですね。ロンド・ベネチアーノからサンサンスのロンド・カプリチオーソに変わります。これは調子いいですね。サボフチクを抜いて1位になりました。総合でも2位に入っています。ソビエトのウラディミール・コーチン。
アレを飾ったその3の演技も素晴らしかったけれども、今年のこの男子の最後を飾りましたソビエトのコーティンのフリーもなかなか見事なものでした。そうですね、まあ、非常に味のあるスケーティングにしてくれまして、よかったと思いますね。そしてまたいつの日か東京で世界選手権開かれることがありましたら、ぜひここで最終グループで日本選手を見たいですね、はい、そうですね。得点の方は現在ソビエトのアレクサンドル・ファディエフがコンパルソリーショート、そして今日のフリーといずれもトップに立っておりまして、文句なしの初優勝を飾りそうです。そして第2位にカナダのブライアン・オーサー、第3位にチェコのヨゼフ・サボフチックという現在のところの順位です。コーチンのスローが出てまいりました、はい、トリプルルッツですけどね、もう男子でトリプルルッツなんていうのはもうダメですね、もうこれから通用しませんね。まあかつてはね、トリプル、今度はアクセル、そして、今度は4回転の時代、そうしないとお客さんが納得しないみたいな部分がございますですね。コートラプルトーループというのが、はい、4回転トーループ、ね、ジャンプというのが次のジャンプでしょうね、はい、そしてですね、この間私、まあ、五十嵐文夫君と話しておりまして、まあ、最近の選手のそのジャンプの飛び方というのは僕らがアマチュアだった頃とは違うんじゃないか、なんか根本的に僕たちのやっていたジャンプと今の選手たちがやっているジャンプというのは違うんじゃないか、それじゃないか4回転なんかできるわけないというような話もしたんですけどもね、そう、もう一つ私今度気がついたのは選手の体型が変わってきましたね。あ、そうですね、ファディエフ型か、それか大沢型、どちらかになっていると思います。背があんまり低くもなく高くもなくという感じの選手というのは非常に少なくなって、どちらかというと、まあ、瀬古選手のような、ね、体型の選手が非常に増えてきたんじゃないか、そんな感じがいたしました。おなじみのエレナ・チャイコフスカヤコーチと並んで得点を眺めますウラディミール・コーティン、手元のコンピューターではコーティンは総合で5位です。フリーでは4位に入りました。フリーではファディエフ、オーサー、ボイタノ、そしてコーティンという順、総合では優勝ファディエフ、第2位オーサー、第3位ボイタノという男子のフリーでございます。 5.7 5.7